さあ最後もかっこよく飛んでくれました。ご紹介しましたのはアフリカのマヒ・ダルマン氏でした。さあ大きくてかっこいい鳥の次は可愛らしい鳥の登場です。チェルー。さあ元気よく登場してきてくれました。皆さんはこちらの鳥覚えていますでしょうか。今日のトップバッターで皆様の客席の方にお出かけしてしまったインコさんです。種類を読む、お名前はテルと言います。よろしくお願いします。さあ先ほどまで紹介してきました鳥たちは猛禽類と呼ばれるお肉を食べる鳥たちでしたよね。ですがインコたちはお肉食べません。では一体何を食べて生活をしているのでしょうか。それは木の実や果物、そしてテルが一生懸命運んでくれているお花の蜜などです。ヨウムたち餌を探すためアフリカの森の中をふわふわひらひらと飛び回っているんです。そのため小回りの効いた飛び方とっても得意なんです。ですがこのようにお客様の頭の上ただまっすぐ飛んでいるだけではその小回りの効いた飛び方ちょっと分かりづらいかと思います。そこでチェルには今日ある道具を使ったチャレンジに挑戦してもらおうと思っています。ではその道具今スタッフが持ってきますのでお待ちください。使う道具とはあちらです。フラフープが大小大きさの異なるものが出てきました。今日は私から飛び出してあちらのフラフープさっくぐることができましたらチャレンジは成功です。せっかくですのでフラフープどなたかに持っていただきたいんですが、持ってくれるよっていう人いますか。はーい、ありがとうございます。ではどうしようかな。一番後ろに座っているピンクのピスタお姉ちゃんお願いします。ではもう一つどうでしょうか。はーい、ありがとうございます。どうしようかね。じゃあ一番また後ろ座っている白いピンクのお姉ちゃんお願いします。皆様にもお願いがあります。見事テルが2つのフラフープくぐり抜けることができましたらテルすごいねと大きな拍手を送ってもらいたいです。業務とっても賢い鳥、3歳児から5歳児ぐらいの知能がありますので皆様から褒められていることも理解しています。どうぞ皆様大きな拍手でテルを褒めてあげてくださいね。では参りましょう。テルのフラフープチャレンジ、テルくぐって成功。2個目も見事大成功です。皆様大きな拍手お願いします。ありがとうございました。フラフープを持ってくれたお姉ちゃんそしてお兄ちゃんどうもありがとう。上手に持つことができましたね。さあいかがでしたでしょうか。このようにフラフープくぐりを通じて皆様には4分の小回りの引いた飛び方をご覧いただきました。テルはまだとっても若い鳥なのでこれからもたくさんのこと挑戦していきます。どうぞテルの応援これからもよろしくお願いします。どうも最後まで拍手ありがとうございます。では頑張りました。ヨウムのテル、そろそろ出番が終了です。最後は皆様大きく手を振ってお別れしてあげてください。テルバイバイ。自分で帰ることもできるとっても賢い鳥でした。それでは様々な鳥たちをご紹介してきましたバードショーですが続いてが最後の鳥の登場となりました。最後は色鮮やかなこちらの鳥たちです。まず最初にやってきました赤い鳥はセミコンゴインコ、そして続いてやってきた青い鳥はセミコンゴインコです。このコンゴインコの特徴は大きなくちばしと長い尾羽、そして色鮮やかな羽の色です。顔の3分の1もあろうかという大きなくちばしは見た目の通りにとても力が強く、なんと硬いクルミの殻もバキッと割ってしまうことができるほど。そして木に登るときにはくちばしを上手に引っ掛けて第3の足として活用したり、羽1枚1枚を手袋したりするなどとても器用なくちばしでもあります。そしてご覧ください、この素敵な羽の色、なんだか緑の多い日本の自然の中では派手すぎて目立ってしまいそうですが、
彼らが住んでいるのは南米のジャングル。ジャングルにはこの羽の色にも負けないくらいの色とりどりの果物やお花がたくさんあります。そのため彼らのこの派手な羽の色も身を守るための保護色となると言われているんです。鳥たちはそれぞれの体の特徴を生かし、さまざまな自然環境の中で生活をしています。約1万種類近くもいるであろうと言われている鳥類。その中でも本日ご紹介したのはほんの一部の鳥たちです。ショーをご覧いただいた皆様には、鳥たちのことだけではなく、鳥たちが置かれている環境問題についてまで目を向けていただけますと、私たちも、そして今日登場してきました鳥たちも大変嬉しく思います。それでは今日の最後となりました。最後は皆様と、そして鳥たちを代表してインコたちとで心を一つにしたいと思います。私がせーのと声をかけましたら、皆様両方の手空高く上へと上げてください。簡単なポーズなので皆様ご一緒にお願いいたします。それでは行きましょう。皆様と、そしてインコたちとでご一緒に、せーの、万歳。見事万歳が決まりました。皆様もご協力ありがとうございます。それでは心が一つになったところで、ショーの最後を締めくくってくれますのは初登場のインコ、あちら、ウアカハネナガインコのエールです。とても小さな一言で気持ちが出ますので、皆様よーく耳澄ませて聞いてあげてくださいね。それでは参りましょう。エール、最後に一言。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって言ってくれたんですが、聞き取れましたでしょうか。ありがとうございます。これで午前中のバードショー全て終了です。皆様、暑い中、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。バイバイ。